皆さんこんにちは。ナチュラルナイン TV へようこそ。モデルの笠原つぐみです。こんにちは。格闘家の三木渡です。今日はレディースキックボクシングクラスの打撃についてお話ししたいと思います。今回はフックについてお話しします。フックはしっかりと体を半身に向いて腰を一度反対側に入れる。この腰の回転で打ちます。腰を回すと前足も一緒に回ってくるので、この回転を利用して打ちます。この腰を相手にぶつけるイメージで打ちましょう。しっかりと手はフック鍵型になるように打ちましょう。で回転で打ちます。でしっかりと打ち抜くようなにしましょう。反対の手はしっかり脇に引きつけて回転を意識します。それでは実際に打ってみましょう。しっかりと半身に構えましょう。腰を振って、で体を一度反対方向に入れて、そのしっかり脇を絞って、で腰を返す時に前足もしっかりと返しましょう。手は打ち抜くイメージで打ちます。それではやりましょう。そう、もっと振り抜いて、フックのポイントはしっかりと半身に構えて、腰の回転しっかり腰を相手にぶつけるように、手はしっかりと振り抜きましょう。回転を意識して打ちます。詳しくは www.n-ff.com まで。じゃあ